戦闘中はね、細かく意見してると、どんどん戦闘時間も長くなるし、連携もすげえ取れづらくなるから。みんなでムーブ決めるときだけいっぱい話し合って、それ以外はもうカナカナを信じるっていうのが一番やと思うな。あるよがい、一回ちょっと様子見探検隊してくる。はい、僕らここキープでいいですか？うん、キープでいいよ、キープでいい。はい、あ、はい、待って、ここいるわ。あぶねあぶね、誰か陣地に侵入してきたぞ。僕洞窟が、洞窟が取っといてもらって、ここクザ一回さ、ここら辺からこっち側スキャンできる？僕ちょっと離れてるから。スキャンで何人か見れる。周囲環境を、来てる来てる来てる、オッケーオッケー、来てる来てる来てる、オッケーオッケー。洞窟側カバン欲しい。平らくそれ出て出て出て、でそこ戦わない戦わない、ムーブムーブムーブ、どん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 、オッケーオッケー。後ろからも恐怖来てる。これマイク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 、オッケー。でここのパーティー無理やり潰すしかない。オッケー、ドームないドームない、オッケー。ジャンプ置いてジャンプ置いて、ここのパーティー無理やり潰すよ。行って行って行って、オッケー。ジャンプ置いてジャンプ置いて、ここのパーティー無理やり潰すよ。行って行って行って、無理やり潰す。ごめんごめんごめん、ここ、ね、逆方向行っちゃったよ。行って行って行って、無理やり潰す。ごめんごめんごめん、逆方向行っちゃったよ。逆に挟めてるのはあるけど、逆に挟めてるのはあるけど、ただこっち側取れる、こっち側、こっち側車線取れてる一応。こっち車取れるわ。オッケーオッケー。左こっちに構ってる暇ない。洞窟に詰めてるけど。一旦こっちで見て、で前左いるから、うん、こっちが走れないから、これこっち坂下っていい、坂思い切り下っていい。坂下るオッケー。うん。でここ張り付きちょっと怖いけど。でもだけどね、洞窟側もね結構。厳しそうだったよ。洞窟がね3番見えた、ね、ここ2枚しかいない。でここも敵いる、これあそこに悪いやつがいるぞ。うん、一旦ついてきて、ついてきて、うん、しゃがんで、こうしゃがんでしゃがんで、そうそうそう、これはあの亀作戦、亀ね。オッケーオッケー、亀了解。素晴らしい素晴らしい素晴らしい、これ速入れてる。うん、キャンはしない方がいい、しない。これ亀亀亀亀亀。おこれログ管理、まだ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 ログ管理、まだログ管理、四ね。オッケー、走れ走れ走れ、前前前前、出し出し出し、これね、後ろからも狙われてるから、一旦ここ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 で、ここを右嘘でしたと、ここここで、これ右ワンプがいる、嘘でしたと。これはでもね、ちょっとごめん、きついかも。自由行動でいいよ、今回は。ふざけんなよ、お前。いや、これもね、ふざけんなってこれだいぶ積んでる、お前が全部積んでんだって、右も前も左も。積んでないから。いや、投げ出すのは司令官が絶対従うって決めてきてるのに。これは積み。じゃあ、自由行動でじゃないんだよ。これは、解散。一旦。現地解散じゃん。なーだお前、これは一旦解散。まあ、きつかったよね。いや、そう、あの全部きつくて、これは一旦もう金ムーブらへんから、もうなんかあったら解散とは思ってたんだよ。チリチリで生きて会えたらっていう。そうそう、だからね、そう、もうこれは解散、現地で。ふざけんなよ。それはね、たまにそういう嘘あってもおかしくないから。あんな熱い指導受けた後に本当に笑いで。きつかったきつかった。そう、じゃもうどうしようもなかった。もうね、見える範囲全部にいて、敵が、しかも全員がこっち見てたんよ。あと俺があの前の方じゃなくて違う方に飛んじゃったんだよ。あ、そう、二人ともごめん、僕意思が伝わってなくて、いや、ちゃんと聞いてなかったの。そう、あれ、ね、前の人の背中を追ってしまった。うーん、申し訳なかった。いやいや、あれはね、もっとわかりやすく言えばよかった。もう時間がなかったから急いでたけど、ね、プラス僕が多分ドームを洞窟のところで使っちゃったんですよね。あそこ使わないで引いて、ジャンパーで移動した後にどうも使えなかった、本当に。ムーブするって聞いたから、前にムーブするって聞いたから、あ、オッケーオッケーオッケーって飛んだ後に、あ、潰すってなって、その後戻った。右潰すって言ったけど、僕が一人で作敵言ってるから、二人とも右の敵もっと詳しくないと分かるわけなかったんだよね。ちょ、一回トイレ行くわ、コーチ来る前に。はい、ごめん。焦っちゃうよなぁ。空中で解散宣言された時に風間さんが一番おもろかった。なんだ本当に。しかも地上じゃなくて空中に。もう飛んで自由聞かない後だった。いやー、トイレ行ってる時に来ちゃったよ。来ちゃった。あの下シャボンディ諸島やめへん。シャボンディ、シャボンディ、さすがにね。ラスも言ってた、シャボンディはまずいねっつって。おい。まだあったっすよね、多分やりよう。そうね、きつかった、確かに。
いやなんかそのもうちょい落ち着いて、うん、安全なポジション、敵に見つかってないポジションでずっとしゃがんで待っとくとか、うん、なんかさっきのクズハたちはみんなが睨み合ってるど真ん中に走っていったみたいな感じやからなんやなんやなんやって撃たれてたから結構そうなんよ。あのオーダーシャボンディ諸島まずい。あれはね、あこれもう無理なんだ僕らってなっちゃった。うん、死しか見えなかった。もう出てた。もうなんか全部見えた。セキロみたいになってた。全部見えた瞬間に死を理解したよね。生きようと思って必死に考えたら死ぬしかないこと分かっちゃったんだよね。もう